ディアブロコーディはアメリカ合衆国の脚本家、ブロガー、元ストリッパー。本名はブルックビューシーハント。在学中から地元のラジオ局で DJ を始める。卒業後には法律事務所や広告会社で働く。2004年にはネットで知り合った男性と結婚するためにミネアポリスに移るが2007年には離婚している。ミネアポリスにいる間、コーディは 思いつきでストリップクラブで舞台に上がるようになる。コーディはストリッパーという仕事が気に入り、それまでの仕事を辞めてプロとして身を立てるようになる。またアダルトショップでのぞきみ賞にも出演。一時期ストリップを辞めてテレフォンセックスのオペレーターとして働くが後にストリップに戻る。しかし次第にジャーナリズムや執筆活動に興味を抱くようになる。 コーディは、ミネアポリスの新聞や雑誌に記事を寄せるようになる。また、自身のブログザプシーランチを始めるが、それを読んだプロデューサーのメイソンのビッグが彼女の才能に目を留め、彼女のマネージャーとなる。コーディアのビッグの助けを得て24歳の時に、自伝キャンディガール、A year in the life of an unlike リーストリッパーを執筆。 その後すぐに一本の映画脚本を書き上げ、2007年にジュノ、ジュノの題名で映画化された。この作品はヒットし、彼女にとって初めての作品ではあったが、2007年度のアカデミー賞にてアカデミー脚本賞を受賞した。2008年撮影開始のユナイテッド・ステイツ・オブ・パラのパイロット版の脚本を手掛けた。また、2009年制作の ジェニファーズボディの脚本も書いている。この作品は何かに移りつかれたチアリーダーが男子生徒を次々と殺害するというストーリーである。ありがとうございます。